あかん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 、発色良すぎる、どうしよう。ちょ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 、皆さんこんにちは、葵です。はーい、今日は地雷メイクをやっていきたいと思います。最近すごい話題になってて、まあ、地雷メイクは私が普段しているメイクとはもう正反対の感じのメイクで、ベースはソフトマットで色白で、アイメイクは赤のアイシャドウにしっかりとした涙袋で垂れ目っていう感じで、まあ、とにかく血色のない感じのメイクになるんですけど、まあ、気になったので今日は持っているコスメを使ってやってみたいと思います。で、特徴だったりとか、私の友達で普段から地雷メイクをしているアイドルの友達がいるので、その子にね特徴とかを聞いたので、早速真似しながらやってみたいと思います。はい、では今スキンケアは終わっている状態なので、早速ねメイクやっていきます。で、とにかく地雷メイクは肌が白くて、私でも肌白くないので、全然持ってるベースが白くなかったので、今日はとにかく白いベースたちを集めてやっていきます。で、まずベースはこれを使います。ファミュの We Love Sun Tone Up UV クリーム、これはすごくトーンアップしてくれるので、まずこれをちょっといつもより多めに塗っていきます。で、普段使いするときはトーンアップすごくしてくれるので、薄付きでこうだんだん広げていく感じの方がおすすめです。もうとにかく今日は色を白くすることを目指すので、もうその時点で私が普段しているメイクとは違いますね。なんかさ、ニベアのクリーム顔にベタ塗りしたみたい。でも今日はほんまにガチでやるから、自分のできる範囲で。いつも自分の中ではいろいろメイクが変わってるんですけど、なんて言ったら、やばーどうしよう。これ最初これめっちゃ白くなるんですよ。だから首とかもごまかしてからな、ちょっと多く塗りすぎちゃった。でもまあ色白くないしいっか。なんか自分で見て笑ってもった。そうで、なんか私普段しているメイクと違うメイクを見たいですっていうリクエストをねいただいてたので、全然違うやつやってみるよ。後でね、ほんまに家の中にあるちょっと地雷っぽい服着るから。ファンデーションはあの白っぽいものが本当になくて、なんか薄くてもやっぱりこう健康的なやつなので、このポール&ジョーのファンデーションプライマー N01 番、これをさらにちょっと上に塗って、これはちょっとピンクっぽいパール感があるので、ちょっとファンデーション代わりとしてもいけるので、これでちょっとさらに白くします。これもちょっと多めに塗ります。とにかく肌は白くらしい。私のねその幼馴染がもうとにかく白くっていうアドバイスをいただいたので、白くしてるけど、これ先行きが不安な。大丈夫？これほんまに白すぎへん？大丈夫？ちょっと白くやりすぎた？まあいっか、こんな感じ。今から舞妓さんになるんかな、おい。ちょっと白すぎ？まあいっか、こんな感じよ。だいぶ顔が白いんですけど、こんな感じでまあいいでしょう。だんだん、しかもこれ馴染んでくるし、とりあえず唇が乾燥してるので、はい、ボビーブラウンのリップバームをちょっと馴染ませておきます。で、次にパウダーをします。で、パウダーはいつも通りこのナーズのパウダーをします。こんな感じで最初にこのプレストタイプで軽くパウダーしてから、この私はパウダーがこれジバンシーの、ルースパウダーがお家にあるので、これ4色を混ぜるんですよ。こんな感じでこれをちょっとやって粉っぽさを出します。どんな感じになるやろ。ちょっと心配で、こんな感じで色白は完成しました。で、眉はちょっとあんまり描いてない感じがいいっぽいやんか。だからまずちょっとだけこの眉尻の足りないところとかを描き足します。で、なんかほぼほぼ地眉生かしで今日は黒い眉毛でいきます。ほぼほぼなんか描いてない感じ、足りないところだけ。こんな感じで眉毛はほとんど触らずに一回置いといて、で、さっき赤いアイメイクを、完成させていきます。私はこのシャネルか MIMC かマックが結構赤だったんですけど、多分このシャネルが一番なんかそういう感じに見えるよな。こんな感じでこの赤結構赤じゃない？これをまずもう大胆にもう塗っていきます。ドキドキ。なんかね、
赤で囲ってたので、とりあえず上に塗っていきます。え、赤すぎん？こんなもん。なんかやっぱ濃いアイシャドウってさ、難しいよな。え、マジ大丈夫これ？でもなんか地雷メイクってすごい漏れるっていう風に聞いたんだけど、このちょっと余ったやつをこの涙袋の部分にもちょっと塗ります。でその後にしっかりね、涙袋を作るから、まあ、軽くでいいと思う。え、どう？これだけじゃちょっと心配。こんな感じ？え、分からん。ちょっとマックのこれ、マックのこの色味をちょっと二重幅に足します。深みが出た。なんせ私はなんで眉毛を今もう描いてない気分だから、それがちょっと不思議やな感じで、まあこれぐらいで一回赤はいいんじゃない。次涙袋ね。涙袋はもういろんなハイライト使った方がいいらしいよ。まずこのディオールの白いやつを使って指で鼻筋、いつもはねクリームタイプを使うんですけど、もうがっつりパウダーでハイライトをもう鼻筋にも全部入れるし、こうね、軽この辺も入れときゃいいか。なんか結構完成形とあと特徴を聞いた。なんかハイライトがっつり、涙袋がっつり、赤い目、タレ目らしいよ。頑張ろう。で同じ白いやつをちょっとまず引きます。涙袋ってそんながっつりってどうやってやるの？こう。なんせ後でシェーディングする、シェーディング、あのノーズシャドウとか涙袋にも線を入れたらいいらしい。なんでもこうちょっと大胆に大きい。え、待って待って、合ってる？合ってるこれ。チェリーちゃんどうしよう。どうしよう、これ合ってるかな、合ってるんかな。もう涙おもろくなってきてもた。ちょっと待って、さっきに何したらいいか分からん、こういうの。で、あ、さっきノーズシャドウを入れようか。マキアージュのいつものやつを使ってちょっと薄いのを混ぜて。ノーズシャドウとかあんま乾かないんで分からないな。こうやってやるでな、教えてもらった。ちょっと待って、なんかこう。え、これほんま大丈夫かな。ちょっと待って、指でぼかしてるらしいからこうやってやりますね。もう誰かやってよ。なんかすごい今そういうすごい人になっちゃってるって。もうあ、ちょっとやばいやばいやばい、すごいスムーズにいくはずやってんけどな。なんか面白いものみたいになっちゃってる今。同じものを使って薄いところを取って、この涙袋の線を描きます。こんな感じで、あ、ぽい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 。これちゃんとマジでほんまに変身するから、そうしたら大丈夫と思う。さ、本当に涙袋は強調するみたいなので、私のお気に入りのこのリキッドのやつをします。てか見て、ネイル自分でフレンチネイルをほんまにしたくて、だからシールをアマゾンで買ってフレンチネイル用のやりました。最近結構遠目から見たら成功。あ、こっちの方がいいかも。さらにでちょっとね、目頭の方が強調って言ってたから、ちょっと目頭には多めにのせといて、でこんな感じで涙袋は多分大体 OK で、その後にアイライナーを引いていきます。でアイライナーは黒でやるんですけど、で垂れ目にするんですけど、ちょっと私は下手くそなので、まずインラインをこのマックのスタボーンで、これはブラウンなんですけど、一回埋めちゃいます。こんな感じで埋めて、で、垂れ目にするんですけど、リキッドで引くときちょっと失敗せえへんように、先にこれでなんとなく描いときます。こんな感じね。じゃあここからちょっと垂れ目作業に入ります。マキアージュのブラックのリキッドアイライナーを使って、ちょっと最初はこの
二重幅っていうの、私は二重幅が広くないので普段は引かないんですけど、この上の部分にインラインだけなんですけど、ちょっと引いてるみたいなので引きます。これくらい難しい、結構垂れ目らしいので、垂れ目ってこういうこと正解が分からない、待って、あまり眉毛がないからさ、でも大丈夫、最後はおおってなると思うから、ちょっと待って頑張る。こんな感じ、垂れ目って。でマスカラはあんまり上げないらしいので、ちょっとだけビューラーをします。なんかボリュームじゃなくてロングらしいです、なんか長さを出すっていう感じらしいから、まあ、軽くだけビューラーをして、マスカラ何使おうかな、ちょっと黒さが欲しいのでディオールのこのマスカラを使います。結構寝たけやけど大丈夫かなこれ。あ、で忘れてた、ここ今アイメイクこんな感じです。この目頭切開を描くらしいから、この延長にちょっとだけ伸ばします。黒いアイライナーってすごい難しいね、これ。こんな感じでアイライナーは引けました。でもちょっと涙袋の強調が少ない気がするな。だからもう一回マキアージュのパウダーでこの線をねちょっとしっかりめに描きます。なんかそれが大事って書いてあった。はい、こんなもんでしょうかってなると、なんか上のアイシャドウがちょっと足りへん気がするとかすごい出てきちゃうね、これ。なんか何事も濃いかもぐらいがちょうど良いかも。で、あとは絶対こう手でぼかしてあげるといいかも。で、チークはないみたいなんですよ。だからチークはなしなんですけど、そうするとなんか涙袋がもうちょっと、やーべー、これ無限のループじゃね。ナーズのこのキラキラをちょっと乗せますね。こんな感じでほぼほぼ完成で、ハイライトもうちょっと入れた方がいいかなって感じなので、ローラメルシェのハイライトを使います。ちょっとこれ割れてしまってるんで、中がこんな感じのパウダーなんですけど、やっぱりね柔らかいハイライトだと結構割れてしまいますね。指でいきます、鼻とこの辺。だから何回見ても自分の顔見て笑ってしまう。なんか私がやったら似合ってない感じせへん？いつもより色が白いからやるねん今日は。はい、こんな感じでやって、でもさ、なんかハイライトを目頭にちょっと入れてた方がいい気がするので、なんか濃い感じするので、こんな感じでハイライトもできたんですけど、もうちょっとだけアイメイク、このここだけ赤くする。なんか簡単で難しいわこれ。あ、でもちょっと一気にぽい感じになったかも。なんかぽくない？じゃあちょっとね、あのリップを塗りたいと思います。でリップは赤い感じなので、この両方使います。こっちがシュウ上村のリップで、MRD163 っていうやつで、マットなのでこれをまず塗ります。あかん、発色良すぎる、どうしよう、ちゃうカメラで見るのと全然ちゃうわ。いや、赤すぎた、びっくりした、発色良すぎた事件が起きてしまいました。このランクムの、198番で、これちょっとティントっぽい感じなので、これをちょっと中央に塗ります。なんか深みがある方がいいよね。これアルマーニの145ですね。あ、なんかぽいぽい。でもちょっと着替えて髪の毛をセットした方が分かりやすいと思うので、一旦メイクはこんな感じで
ちょっと変身してきます。こんな感じで着替えて完成しました。で、この地雷メイクをガチでやりたかったのでカツラを買っちゃいました。黒髪パッツンロングです。どうですか、こういう感じ、ぶりっこポーズで。まあ喋ると私なんであんまり喋らない方がいいなと思うんですけど、これは私の持ってる服で、普通に着たら全然そういう感じに見えないんですけど、この地雷メイクをしたらその地雷っぽい感じになるかなと思って、ちょっくりリボンがついています。で、私普段前髪がないので前髪ありを見たいっていういつもコメントをいただいてたんですけど、ここにつむじがあるので普通だと前髪が作れなくて、だからウィッグで作ってみました。前髪があると私はこんな感じです。なんか作ってた時もあったんですけど、一瞬だけね、やっぱり中高生の時にみんな前髪あるのに憧れてやってたことはあるんですけど、なんて言うんだろう、すぐに分かれちゃうのですぐに伸ばしてしまったので、どう？大丈夫かなこれ。わからへん、ポーズとかが。ちょっと雰囲気を醸し出したいねんけど。マイメイビーが、あなたは誰？みたいな顔で、チェリーちゃんが見てて不安そうな顔してる。葵だよ。カツラをかぶるのはちょっとサプライズにしたかったので言ってなかったんですけど、かぶるとちょっとそういう感じが出てるから大丈夫かなって思います。で、あとね、地雷メイクは結構こういう感じで、くくってるのが多かったから一回くくったパターンもやってみます。はい、こんな感じで二つぐくりにしてみました。どうかな、なんかこの辺でハーフでツインテールしてる人もいたし、いろいろあったんですけど、私はウィッグでちょっとやりづらいので二つぐくりにしてみました。で、ポイントはこれを出すこと。なんかこれウィッグなので着るか迷ったんですけど、またこのウィッグをかぶるときにちょっといらんくなったとき嫌やなと思って、長いままですけど、まあある方がいいんじゃないでしょうか。で、下ろしてるよりかは2つにくくった方がちょっと女の子っぽい感じの地雷メイクになるかなと思うので、なんか可愛い感じの地雷メイクをしたい方はツインテールにした方がいいと思います。ポーズが分からなくてさっきからこればっかりなんですけど、どんなポーズをしたらいいんでしょうか。で、ここにリボンとかあったらよかったんですけど、まあ私は首元にリボンがあるので、今日はこんな感じで地雷メイクができたんじゃないでしょうか。はい、ということで今日は地雷メイクをやってみました。どうですか、最初はねすごい心配してたんですけど、やってみて完成したら結構満足なんですけど私は。なんか地雷メイクってすごい漏れるって噂を聞いてて、実際やってみてすごく確かに漏れる。なんかね、漏れる具合って多分自分にしか分からないと思うんですけど、このカメラ越しにモニターで見てて目がすごい大きく見えるし、この涙袋ぷっくりに見えるし、肌もなんかいつもと違う白艶な感じで新鮮で、私はすごくメイクをして楽しかったです。普段、まあ、メイク動画を出してるんですけど、ここまでねいつもと全然違うのは初めてやったんですけど、やってみて楽しかったので、またね全然違うメイクアップもやってみようと思います。で、地雷メイク個人的になんですけど、するならばもう本当にこう雰囲気を出した方がいいと思うので、そういう風にするには黒髪のパッツンのロングがおすすめです。まあ、2つぐくりにするかはしないかは別にいいと思うんですけど、結構メイク、このウィッグをねかぶる前にメイクをしてる時は自分の髪の毛が茶色で前髪なしの状態でやってたんですけど、やっぱオールバックでやってるとなんかちょっと違うし、ちょっとギャルっぽい感じになったので、もし黒髪でファッツンでロングじゃない方とかはこういうビッグ、私楽天で多分ね一番安いやつ買ったんですけど、なんか一番人気あったし、なんかそれ買ったんですけど、すごくまあ全然、違和感なし、初めましての方とかは違和感なしで、もう割れないんじゃないかなっていう感じなので、ぜひチェックしてみてください。なんかいいよ、なんかやるならちゃんとなんかそこまでやりたいじゃないですか。だからすごく楽しい気持ちにもなるのでおすすめです。前髪あり、普段は前髪なしなんですけど、こういうウィッグとかをかぶれば前髪ありにも変身できるし、意外とこうウィッグって馴染むんやっていうのを感じられたので、もしコメントで前髪ありもいいんじゃないっていうのが多かったら、これは今日地雷メイクなんですけど普通のメイクとかで、前髪ありバージョンやってみようかななんて思ったりしておりますので、コメントで教えてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。